ちょっとね、まあまあ歩いてますよ。え、何、うち15分間喋ってたってこと？すごいな。独演会とかできんじゃないの？なんかいるな。あ、鳥か。あ、見ちゃんな。いやいやいや、もういいよ。とりあえず先行こう。なんかね、登山道みたいな、あ、落石。落石してる。もう落石はもうトラウマだよ。見ちゃうんだよね、上。上に上がれるような道があるんですよ。ちょっと上を警戒しつつ、まっすぐ歩きますわ。これ車で来るのは嫌だな。木の枝がちょっと、引っかかるもんね。まあ、マニュアルだから山道は OK なんだけど、なんだっけ、あれ、ど忘れでした。あの、みんなよく廃道探索してるあの車、なんつったっけ、ジムニー、ああいうのと比べるとやっぱり全然劣るんで、さすがにちょっとね、こういうところ歩くしかないですよね。何があるか分かんないですからね。ほら、道あるよ。これ違うね。これは普通に水が流れてできた場所だね。これは違うな。道じゃないね。これ結構歩くな。マジか。お腹減るな。大丈夫かな？これ3時まで戻れるかな？うち3時待ち合わせなんだけど、現在12時ですよ。12時？違うな、11時半ぐらいかな。まあ、変わんねえな。多分12時になったら、坂本九の曲が流れると思うんで。でもこっちの方は、スピーカーがないから流れないかな。事件があった2日後なんで、まあ、ちょっと落ち着いてるとは思いますけど、犯人も捕まったしね。あ、何階だね。3キロって書いてあるね。茨城ヘルスロード、なんかどっかで聞いたな。どっかで聞いたな、これ。あれ、どこだ？あたごさん？あたごさんか。あたごさんの林道下に行った、見つけた場所が確か、茨城ヘルスロードだったよ。ヘルスってどういう意味？なんかもう、変な、イメージしかないんですけど。これうん、めんどくさくない？ちょっと、まあでもここまで来たら歩くよ。おいおい、鎌北湖よりめんどくさいぞ。ちょっと結構でかいぞ。喋る内容がなくなってくるぞ、これ。カットかな。まあ、ちょっと、あれかな。勾配差がないから、楽っちゃ楽かな。
ちまで歩くのかい。でも戻るのは嫌だよね。だってもう20分ぐらい歩ってるよ。でこの手ぶれの多さで分かると思うけど、結構早歩きしてるからね。まあでも勾配差がないんで楽ですよ。息切れもしないし、まあ、そこはいいとこだね。で相変わらずクリーンな茨城だよね。ゴミ怒ってないもん。だいたいゴミ怒ってないもんって言ったら怒ってんだけど、普通怒ってないっすよ。綺麗でしょ。綺麗じゃネタになんねえんだよ。それきっかけでお話ができないんだよ。勘弁してくださいよ。老犬くんが目見えてたらな、ここ連れてきてもよかったな。近かったし。あ、でも途中でバテるなあいつな。昔からなんだけどさ、大型犬ってそうなのかな、途中でバテちゃうんだよね。目が見えなくなると犬は本当に命取りだね。うーわ、歩くなあれ、これぐわーって回んの大丈夫かい。タクシー呼ぶかい帰り。やっぱり上見ちゃうな。行きたいな。でも意外にね、昔のお兄さんお姉さん方がここ歩ってるんだよね。うん、よし、分かった。今日は昼飯はなし。歩こう。ガンガン歩きましょう今日は。最近歩ってないんでね。ん？車が通ってるな。大通りかい？めんどくせえ道だなこれ。一応中に公園みたいなの施設があるんだね、下ね、ダムなのに。ちょっと行ってみたいね。誰もいないし、こういう誰もいないとこ行くの好きなんだよね。シリスポットなんだけどね。あのダムからの撮影はね、過去に撮ったやつがあるので、ちょっと調べてみてください。今日一周したろうと思って来たんで。ペットボトル2本ぐらい必要だったな。1本しか持ってきてないや。あれ、下りになっちゃった。あー、寒い寒い。おててがちょっこい。お、ここだけガードレール新しいのかい？違うか。お、こっから降りれるじゃないか。降りれるよ。いや、降りないけど。どう？どう？って。
何、あ、道あるね。あ、これは道かもしれないね。あー、まあ行かないけど、今日は行かないです。ここドアが開いたって車通んないんで、もし行くとしたら車止めてここまで入ってきようかな。向こうなんか大通りがあるみたいなんで、あーじゃあ、そっか、どういうことなんだろう。あ、倒木ね、倒木切ったんだねこれね。そうですか。まだ霜が降りてるね。ここね、白くなってるの分かります？それは寒いよね。4度だったからね。国道の方が4度だったんで、こっちはもっと低いんじゃないの？もうね、こうやって手袋してんのにさ、指がもう痛いっすよ、寒くて。まあでも動いてるからね、体は暖かいんで、顔がね冷たい。この湖も凍るのか。あ、凍ってるな。手前の、あ、と手前の湖は凍ってますね。はい、これお宮参りできるかもしれないよ。はい、どこだ、どこに出た、ここ。あ、降りれるね、階段あるわ。降りてみます。結局12、3分撮ってるわ。えらい歩くな。ここはどこだい？別に説明書きとかあるわけじゃないんだ。ああ。ちょっと一回止めて、はい、止まんない。